皆さんこんにちは。マリオのお父さんの宮本です。今回のダイレクトはゲームのお知らせではありません。ついに日本のここユニバーサル・スタジオ・ジャパンにリアルなマリオの世界を体験できるスーパー・ニンテンドー・ワールドが完成しました。そこで今日は私宮本が直接世界中の皆さんに世界で初めてスーパー・ニンテンドー・ワールドの中を紹介していきたいと思います。あちらの大きな土管が入り口です。それでは Here we go。 さあ中はどうなってるんでしょうね。ゲームの中ではね、土管の中はあまり描いてこなかったので、実際にリアルなサイズのワープ土管を作るとどんな中身がいいのかってことで、いろいろアイデアをみんなで議論しました。でたくさんのアイデアが出て、それを全部作ったら一つのアトラクションになるということで、シンプルなワープ土管です。皆さんでワープしてください。さあワープして出てきた先はどこなんでしょうね。ここはビーチ場のロビーのようです。音楽が流れてますね。この音楽聴いてると、ほら、スーパーマリオ64のロビーですね。こうしていろんなマリオシリーズの音楽が流れているので楽しんでください。壁に絵もありますよ。さあそれでは表に出てみましょう。はい、ここがスーパーニンテンドーワールドです。本当に作ってしまいました。現実に見ると大迫力で、中央にマウントビンポールがそびえ立って、そのてっぺんには旗があります。このピーチ城の前の広場からエリア全体を見てみましょう。向こうの方にはヨッシーやクリボーの姿も見えますね。それぞれがゲームのように動いています。いろんなキャラクターがいて、本当のマリオの世界キノコ王国に来たみたいです。それではちょっと歩きながら見てまいりましょうか。さあこのスーパーニンテンドーワールドの中はいろんなキャラクターが動き回ってるんですけども、それだけじゃないんですよ。ゲストの皆さんが自分でインタラクティブに関わることもできます。はい、ハテナブロックのアクティビティのところに来ました。私がつけてるこれ、パワーアップワンドがあるとさらに楽しく遊べます。こんな感じで手首に巻きつけるんですけども、このパワーアップバンドを使ってエリア内のあちこちに隠された秘密を探したり、いろんなアクティビティを遊んだりすると、このパワーアップバンドに記録されます。そしてバンドについている QR コードを読み込むと、スマートフォンのアプリと連動して自分の状態を知ることができるんですね。試しにやってみましょうか。ここのハテナブロックをパワーアップバンドの手で叩きます。コインって言いましたね。それでスマートフォンの方を見てみると、ちゃんと1枚カウントされましたね。この感じでこのバンドを使ってエリア内のいろんなところに隠されている秘密を見つけてください。バンドは全部で6種類あります。さらにこのバンドは実はアミーボの機能もついているので、自宅に帰ってからも使ってみてください。それではもう少し先に行ってみましょう。はい、だんだんとブロックの景色に近づいてきました。すごいね、近づくと迫力ありますよね。さらにいろんなものが動いてます。こちらにでっかいパックンフラワーがいましたね。これもアクティビティの一つなんですけども、今日は紹介しません。眠ってるようなので、そっと起こさないように行きましょう。さあこちらにあるのはノコノコですね。ノコノコのアクティビティ、これを少し今日は紹介しましょう。はい、あのノコノコのいる土管の上にある鍵が欲しいんですね。こちらにはパワーブロックがあります。早速遊んでみましょう。こうしてパワーブロックのパワーが伝わっていきます。ちゃんとタイミングを合わせて取らないとダメなんですね。あ、
やりました。このようにタッチして鍵がもらえます。その鍵はパワーアップバンドに記録されています。こういう体験できる遊びをアクティビティと呼んでいます。コインブロックのようなちっちゃな体験とちょっと大型のアクティビティがあるんですけども、いくつかのアクティビティの中で3つの鍵を手に入れると最終アクティビティ、クッパジュニアとのバトル、これにチャレンジできます。それではもう一つ見てみましょうか。はい、ここから地下ステージです。本当に巨大な迷路のようなリアルな地下洞窟を作ってしまいました。怪しい雰囲気ですよね。気をつけてください。あら、ブロック見つけました。ちょっと叩いてみますね。うそさっきからあちこちに気になるところがありますよね。こんなマークを見つけたらちょっとバンドをかざしてみます。クッパが現れました。最終ボスです。そんなわけないですよね。さらに奥に行きます。おっ、ボム兵がいました。これね、ボム兵気をつけてくださいよ。ほら、爆発した。こっちのボム兵も気をつけてくださいね。あ、爆発しました。あれ、みんなどうしたんですか。ちっちゃくなってますよ。ちゃんとついてきてくださいね。ああ、なんかブロックが巨大に見えてきましたね。ちっちゃくなってしまったみたいですね。ここに巨大なハテナブロック見つけました。叩いてみましょう。今度はコインがもらいました。1枚だけですけどね。さらに奥に巨大なボム兵がいます。踏み潰されないようにしたいですね。この巨大なボム兵もアクティビティの一つです。さあ、どんなインタラクティブなのか、それは皆さんが実際ここに来て体験してください。はい、無事に戻ってきました。体もね、元の大きさに戻りましたね。じゃあ次行きましょう。さあ、次にやってきたのはスーパーニンテンドーワールドのギフトショップ、ワンアップファクトリーです。土管の中はおもちゃの工場になっていて、世界中でここだけにしかないスーパーマリオのグッズを作って販売しています。その中でも今日は任天堂の開発チームが作ったスペシャルなおもちゃを一つご紹介します。これです。トコトコマリオと言います。名前の通り、こうして押すとマリオがトコトコ歩くんです。電池はいりません。開発チームが細かな動きにまでこだわって作りました。ビデオゲームだけじゃなくて、こういうリアルなものを作るのも開発のメンバーとても楽しんでるんですね。それでは皆さんもお楽しみください。では次の場所に行ってみましょう。あ、これですか。ポップコーンです。ポップコーンなんか食べながら歩くと行儀が悪いって叱られそうですけども、これはユニバーサルスタジオが作った特別なポップコーンです。キャラメルピーチ味とマッシュルーム味があります。でもオリジナルの食べ物はこれだけじゃないんですね。はい、スーパーニンテンドーワールドでお腹が空いた時はこちら、キノピオカフェです。あ、どうしルイジー、マリオもどうしたの。あ、そうか、写真撮影してるのか。じゃあカメラさんの方見て写真撮ろうか。よし、じゃあ行きますよ。3、2、1、オキドキ、ありがとう。じゃあお父さんもね、忙しいからみんなも写真撮影頑張ってね。はい、ありがとう。さあ、じゃあキノピオカフェの方に入っていきましょう。はい、キノピオカフェに入ってきましたね。ここでもなんかアイテムがもらえるみたいですよ。
あ、ここにありました。じゃあ大きな包みと小さな包み、当然大きい方ですよね。コインがたくさんもらいました。じゃあ奥へ行きましょうか。ここはキノピオたちが運営してるんですね。キノピオが僕らを迎えてくれます。あ、シェフが来ましたね。シェフ、おい、こんにちは。こんにちは、キノピオカフェにようこそ。はい、私の名前はシェフキノピオ。あ、もう言いました。もうシェフキノピオカフェの工場をしています。はい、シェフがね開発したキノコ料理がいっぱいあるんですよね。壁にはこんなにメニューが並んでます。もう今夜アイテムはたくさん集まってますか？そろそろお腹がペコペコなのじゃないですか？はい、ペコペコなんでそろそろ中へ入っていきます。それではこちらも。はい、中はこんな感じです。たくさんの方が食事できるようにとても広くなってます。天井にはいろんなパワーアップアイテムがありますね。皆さんもここでご飯を食べてパワーアップしてください。奥の壁の窓を見てください。そこから厨房の様子が見えます。キノピオたちが大勢で頑張って料理を作ってくれています。メニューはもちろんキノコ国特製ですよ。僕らもシェフが作ってくれた料理をたくさん試食して、その中から選びました。厳選されたメニューを提供しています。例えばマリオバーガーやキノコのピッツァボールなど、どれもキノコを使っていて美味しいですよ。他にもたくさんあるので、スーパーニンテンドーワールドで冒険に疲れた時はぜひ立ち寄ってシェフキノピオの料理を味わってくださいね。スーパーニンテンドーワールド、いかがでしたか？ファミリーコンピューターのスーパーマリオブラザーズが誕生して今年で35年になります。そして今年なんとそのゲームの世界をここユニバーサルスタジオに本気で作ってしまったんですね。マリオメーカーのように簡単に作れればいいんですけども、リアルに作るのは簡単ではないです。それをユニバーサルクリエイティブの皆さんが本気で作ってくれました。今回ご紹介したのはほんの一部です。まだまだお楽しみがたくさんあります。スーパーニンテンドーワールドは日本のユニバーサルスタジオで2月4日にグランドオープンとなりますが、現在は新型コロナウイルスの影響で海外からお越しいただくのはちょっと難しい状況かと思います。ただまあ少しお時間をいただくことになりますが、日本以外の国でもスーパーニンテンドーワールドが計画されています。アメリカではロサンゼルスのハリウッドとフロリダのオーランド、そしてさらにアジアではシンガポールでも、それぞれのユニバーサルスタジオでスーパーニンテンドーワールドが展開されます。ですが、もしそれまでに安心して自由に行き来できる状態になれば、ぜひここ日本のスーパーニンテンドーワールドに来てください。スーパーニンテンドーワールドは世界中の皆さんをお待ちしています。さて、後ろに見えているのはクッパ城です。中はマリオカートのアトラクションになっていて、クッパ軍団とのバトルが待ち受けています。ニンテンドーとユニバーサルが作る以上は世界初めてのアトラクションにしたいという意気込みで、なんと6年もかかってしまいました。そして皆さんは間もなく世界初の体験ができます。最後にちょっとだけお城の中を覗いてみましょうか。さあ、階段の上には巨大なクッパが待ち構えています。おお、そばから見ると怖いですね。なんかろうそくの明かりもゆらゆらとしてて毛が細かいですね。それでは先へ進みましょう。はい、もう少し先に進むとマリオカートシリーズのおなじみのトロフィーが飾られてますね。そしてユニバーサルスタジオ限定のトロフィー、これが今回のレースのトロフィーです。隣にはクッパからの挑戦状も来てますね。漢字が書けたんですね。クッパからの挑戦状というタイトル通り、マリオに勝つためにクッパたちが準備した特別なコースでのレースに、マリオチームの一員になって皆さんにチャレンジしていただきます。さて、チームクッパが隅々まで知り尽くした彼らのコースでチームマリオは勝利できるか、皆さんの健闘を期待します。
いかがでしたでしょうか。ここから先はぜひ皆さんご自身で体験していただけたらと思います。それでは皆さん、スーパーニンテンドーワールドでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。では行ってきます。